今日紹介させていただく、はい、こちら Please Understand Me 2、うんうん、では言うんですよ、うん、もしあなたと考え方が違うとしてもそれを指摘しないでくださいと、はいはい、っていうのがとつとつと書いてあるんですけど、はい、まあ先週の動画でタイプの判定をやりました、うん、今日は Please Understand Me 2、うん、英語版なんですけど、これにのっとり気質性格個性という章の紹介をさせていただければなと思ってます、はい、簡単にこの NF、SJ、はい、NT、SP、 SP の紹介をさらっとさせていただくと、はい、SP タイプというのはマイヤーズが言いますと、はい、周囲の状況を探索して手の届く範囲に入ってきた好都合な選択を見つけ出し利用することを暗示していると。 SP にとって自分の欲しいものを手に入れるためにその場その場で行動する自由は非常に重要ですと、うん、はい、どんな機会も逃さず、どんな可能性も見逃さず、どんな角度も見落とさずに興奮や楽しさ、役に立つ可能性があるものや誰かを活用するためにチェックします、はい、アーティザンと言われていて、はい、うん、これは職人というところなんですけども、うん、私がその職人って言った方がいいですよ、はい、アーティザンじゃなくて、はい、職人、はい、で私がこの体調を見て、はい、SP か、はい、NT か、はい、で迷った時に、はい、僕が SP だなって思うのは、はい、我々 M8 招待というので、はい、M8 というチャンネルの YouTube を共有してるんですね、はい、なのでこの M8 招待の YouTube 画面で見るものは、はい、多分共有して上がってくるんですよ、はいはい、なので多分隊長が見てるんですかね、自転車、はい、自転車みたいな自転車のなんかチェーンだとか、はい、タイヤの組み立て方とか、はい、スプロケットがどうだとか、そうです、隊長ですかあれは、はいはい、なんかやってらっしゃる、はい、組み立てたりとかメンテナンスとか自分でやるんですね、はい、めんどくさくないですか、面白いじゃないですか、いや僕もクロスバイク乗って会社まで12キロとかやってるんですけど、はい、基本メンテナンスはもう仕事中に自転車屋さん出しますよ、はい、直しといてくださいって、はい、その何がどうなってるのかとかって面白いじゃないですかっていうところが、はい、あもうこれは NT ではなく SP なのかなとかって思いながら、はい、うん、職人って感じですよね、そうですね、はい、でどちらかというとこの探究 、うん、ロジックなんですけど、はい、探究っていうよりも、うん、やっぱりその場ぜぜひひその場の、はい、よしよしで、はい、あまあロジックもあるけど、はい、感覚もあじゃあ解決の方がみたいなように見えます、はい、そうです、ロジックを通すっていうよりも、うんうん、かなーなんて、こっちのためにロジックを使ってるだけで、はい、っていう感じはあります、ね、っていうのを、はい、がなんとなく見て、うん、で次 SJ はガーディアンズ、はい、守護者とありました、はいはい、このマイヤーズは SP と同様に SJ にも鋭い目で身の回りの状況を観察させましたが、その理由は全く異なると、すなわち自分自身や他者の活動を計画し必要を満たし行動を制約内に保つためですと。これなんか僕は SJ の可能性もあるので、はい、ああ分かるなとは思います、はいはい、要はこの範囲、うんでやっておくと、うん、行動は楽なんですよね、はい、制約があると安心できるっていうのはとても分かります、うん、これをやればいいって決めちゃう先に、はいはい、決めちゃうのと決められちゃうのも、あ決められるのは同じです、はい、あ、はい、じゃあそこまででいいんですね、うん、っていう確認が取れるじゃないですか、はいはいはい、っていうのはじゃあ責任の所在もここまでですね、はい、っていうのが言えるんですよね、うんうん、はい、したがってこの SJ にとって全ては適切な場所であるべきであり、誰もが自分がすべきことをしているべきであり、誰もが公正な報酬を得るべきであり、全ての行動は細心の注意を払って監視され、全ての製品は徹底的に検査され、全ての正当なニーズは迅速に満たされ、全ての承認された企画は慎重に保険をかけられるべきです、なんていう人。僕はそういえば N の人でした。 N の人です、はいはい、なんでこれがなんか分かったりするのかなとも思ったんですけども、うん、SJ は保守的で安定したと
存在として表現し、一貫している、ルーティン化している、事実に基づく、衝動的ではない、忍耐強い、信頼できる働き者、うん、なんていうことを書いています、はい、カーシー博士の1の方では、はい、S の人でした、はいはい、もうちょっと分かんないです、自分の認識がありますからね。もう僕今日これなんか偉そうに喋ってますけど、はいはい、もう根底では、はい、ねえんだよって思いながらやってる感じですねえんだよがまた違う気はしますけどね、はい、もう、はい、どうぞすいませんそうなんでしょうね、はい、でもこの何パーかは残ってるわけですよね、はい、S も N も、はい、でそれが表層に出るときが、うん、まあ多分パーセンテージで違うんでしょうね、とか認識で違うだけの可能性もあるじゃないですか。あ、言葉を捉えた認識、どこまで言っても主観でしかない、はい、あ、まあ、カーシー博士の考え方自体がそうですもんね、うん、心理教なんてどこまで言っても主観でしかないから、はい、そんな当てになるものではない、うん、から実際行動を見なさいみたいな、うん、だと僕は、はい、N が出ましたよ、はい、15対5でしたから、はいはい、そうするとまあ状況によっても変わるだろうしっていう話じゃないですか、はい、でもこの決めといて、はい、自分の責任がここまでってやるのが、うん、楽だよねっていうのは、うん、分かるなと思ってます、うん、はい、ただこの一貫しているとかね、うん、っていうこの辺がちょっとそこまで一貫してないとか、うん、本当にそれでいいのかが出てくるじゃないですか、出てくる、はい、とか今例えば椎茸さんの 色占いとか、はいはい、老子道徳教とか、うんうん、本当はやらないといけないんですよ、はい、でもちょっとこっちにやってるんですね、はい、あんまり数字伸びないしとか、はい、っていうこの辺のふわっとした感じが、うん、何なんだろうなとはいうのは思ってます、うんうん、はい、修理動画とかメンテナンス動画、メカニズムノウハウが分かるやつって面白いですよね。 それ見るとやりたくなるじゃないですか。料理は分かります。いや自分が作るときに見るっていうのはやりますが、はい、うん、これは僕はないですね。やってみたくなるんですよ。なるほど。例えばこんなの自分でもできるじゃんみたいな、あの車のレストアとか、はいはい、バイクのエンジン、はい、とかは見たりすることもあるんですけど、はいはい、やりたくなるわ。やりたくならないですか。パネル剥がしたりとかしたくなるじゃないですかならない車のならない、はいはい、エンジンスターターとかつけましたもんね昔なるほど。あの、はい、お金の節約でやることはあるんですけど、お金の節約っていうか、はい、やりたくてしょうがなくなる。あ、それはじゃあ違うなって思いました、はいはい、SJ に決められちゃう NP は辛いことを、SJ は認めない感、 NP は辛い。あ、ただ僕も、うん、今は多分仕事の話をしました、はい、責任の範囲とかは、うんうん、ただ決めつけられるのは多分これでも人間誰でも嫌ですよね。決めつけられるのは別に問題はないですけどね。僕はあなたは何タイプだって言われるのは、はい、タイミングとかによりますけど、はい、不快な時もあります。僕は、はい、これやりなさいって言われると不快に思います。自分のやりたいことを制限されると。だから言われるだけは何も思わないです。僕言われるだけでも、はい、若干ストレスはあります、はい、なんでしょうねこれは。でもそれは誰でもそうなんじゃないのと思うので、言われるのは別に言わせとけばいい話じゃないですかっていう流し方ができないんですよね、はい、なんでこの人はそんなこと言うかなっていうのが出てくるんですよ。そう思ったからですよね。言う必要ありますっていうのが出てくるんですよ。言いたくなるわけじゃないですか。じゃあ僕の見えないとこで言ってもらっていいですかねって。言いたいんですもん。だってその言いたいことを言えないみたいな制限が嫌なみたいなのはありますで、うん、言っちゃいけないコメント欄に残していくわけですか、はい、刺して、はい、刺して、いやそれ、はい、そっと字はできないかねって、うんうん、ここにまあいいかまあそれってでも向こうが、はい、不快に思ったからですよね。うん、悪口ですよね。不快に思ったから不快だっていうのは僕にとっては悪口なんですけどね。悪口ですよ、はい、キモいって言われたのと一緒ですからね、はいはい、だからキモい、なんか不快に思ったから不快に刺す、なんか帰ってきた感じじゃないですか。で最近立て続けにこのキモイを食らっているので、はい、なんかね悪役レスラーの悲哀ですよ、はい、なんかプロレスで狂気攻撃使うじゃないですか、はいはい、体調に向かって、はい、そうすると体調がいいこと言ってるのにこの人はって言われるんですよ、はい、そんなことも少ないですけどね。いや、まあ、最近ちょっとそれをまあいっか、はい、流すしかないですねこの悪役レスラーは。まあ、そういう小企業ですもん悪役レスラー。
悪役レスラーがいいこと言ったら面白くないじゃないですか、はい、まあそうやって思うしかないですね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、すいません。 ISTP は修理動画とか大好物、はい、夫が延々とやってると、うん、ああで、まあ、最初はこう交換しようかなと思って調べたんですよ、何がいいかな、はい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 、で見てるうちにやりたくなるじゃないですか なるほど、はい、手が汚れるじゃないですか、洗えばいいですあ僕なんかゴム手袋買いましたよピチッとするしてるやつ、あよく見ますよく見ます、はいはい、ハム切るやつとかでよく見ます、はいはいはい、料理もでもあれは自分がやるためですからね、一緒ですよね、自分がやるため、確かにあの豚の心臓を洗ってる時は、はい、何が起こるんだろうと思いながら、はいはいはい、それと自転車は一緒なんですか、ね、一緒じゃないですか、趣味が違うだけの話で、自転車に人に言わせたらこう、ね、豚の心臓なんか意味わかんないみたいなあなるほど、お肉屋さんにやらすときはいいんじゃないのなるほどね、はい、切ったやつ売ってますからね、はいはいはい、僕はどうしてもなんか世の中をどうにかしたいっていうのはあるんですよ、世の中を、まあ、NF じゃないですかなんかねもうみんなが喧嘩してるのが我慢ならんのですよ、喧嘩してないですけどね、喧嘩してますよツイッター見ると、してる人がしてるだけじゃないですか、もうなんかもうまあ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 なんです本当に、はい、ドラえもんでありましたけどね、まあまあってやるバッテンがあって、はいはい、それをまあまあってやると、はい、収まるんですよその人の、はい、気持ちが、はい、でジャイアンにそれをやり続けたら、はい、ボカーンって爆発するっていう、はい、で NF が、ま、内政的な面でマイヤーズは NF を人々の生活に意味と統一感を与える方法を考え出すことにおいて根本的に有効的な存在といえます、周囲の人々との対立は NF にとっては苦痛であり、苦痛なんですよ本当に、もうそのままじゃないですか、みんなが喧嘩してるんですよやっぱり NF じゃないですか、でなんかそれがイライラするんですよなんか、はい、でそれを非常に個人的な方法で取り扱う必要があるんですよ、うん、病気ですよね多分これそのために彼らはメンバーグループの士気を高く保ち、愛する人々のポジティブな自己イメージを育てることに深く関心を抱いています、うん、実際彼らはどの N でも自分の周囲の全員、家族、友人、同僚が自分自身について気持ちよい気持ちを持ち、お互いにうまくやっていくことが極めて重要だと考えています、うん、ここなんかやっぱりNF なのかなって今、うん、はい、最近の行動を見るともう悲しいですよ僕は、はい、すいません。で次 NT、 NT は内政的な面においてマヤズは NT を特定の問題を解決するためにどのような技術が役立つかを考える際にタフな考えを持つ存在としていますと。このため NT は自分自身に対して行動を、継続的かつ一貫して合理的にする必要があると。彼らは問題に取り組む際に判断のスケジュール J を好むかオプションを模索 P をするか違いがあるかもしれないけど、人と一緒にいる際には、E か I かに見えるかもしれないが、全ての NT は自分たちの行動に理論があるって主張し、自分たちがすることということは全てに意味があるということを強調しますと、うん、隊長は初めに、はいはい、S か N かなんですけど、はい、この NT、うん、このやっぱりなんか自分たちがすることということは全てに意味があるみたいなところではないかなって思った感じですか、うん、あそうですね、そんなことは思わないみたいな、意味なんて意味じゃんっていう意味なんて意味じゃんが意味なんていいじゃんっていう、ああなるほど、こう得するか得しないかみたいなあ実利の話なんですよね、目的、はい、なるほど、うん、という4気質があって、はい、あくまで今日紹介するこの気質性格個性っていう章なんですけど、うん、やっぱりこの4つを基本的なパーソナリティとしてカーシーは紹介に入っていきます、はい、うん、なので、来週とかから各このタイプの話をしていくのかなと思ってるんですけど、うんうんうん、やっぱり分け方も SP からじゃあやりましょう、はい、とかこの4つの気質で分けるんですよね、うんうん、なんでこの辺がこの MBTI とは、うん、違うところだななんて感じています、はい、MBTI が重要視してるのは心理機能みたいなところじゃないですか。心理機能というのはあの NE とか E とか NI とか内向なんちゃらとか、あそうそう外向なんちゃらみたいな、はいはい、
その辺がこうその辺を重要視しているので、例えば僕だと ISTP と INTP って同じ TI だから似てるよねみたいな話になるけど、はい、カーシー博士はそこじゃないみたいな、この辺は気質があるみたいな、はい、でそれをカーシーはいろいろこの歴史の書物とかからそういう風になってるんだな、はい、ただもちろんマイヤーズのところで学び、うん、INTP っていうことに気づいた、うん、みたいなことがこの本の中では書いてあります、うんうん、はい、だ気質論をプラスしたみたいな感じですよね。あ、そういう文献から学び、もともとなんとかもう忘れましたけど、なんか気質論、元になってる気質論みたいなのがあるみたいですよ。あ、カーシーの多分それは、はい、単純気質とかそのギリシャのヒポクラテスだったかな、そういうのが残しと、あ、それがなんか発達したなんか学者が、それはね歴史の項目に出てきます、はいはい、で最近のというか学んだ学者がいるみたいな。なるほど、この歴史的概要っていうのもあって、はい、それは今飛ばそうとしてるんですね、はい、要はクレッチマーとか、うん、エーリッヒ・フロムとかいろいろ経てきて、はいはいはい、あ、クレッチマーだったかもしれない、クレッチマーも気質の人ですよね。気質の人です、はいはい、でそこは今飛ばそうとしてるんですけど、うん、じゃあそれはちょっと読んでみて、それを融合させた人ですよね、カーシーですと、はい、